はい、まあ、非常に残念な、悔しい負け方でしたけど、B1 で勝つのはそんなに楽じゃないというか、40分最後まで頑張ってない選手一人もいないんで、ターンオーバーの1個のターンオーバーとか、このオフェンスのポゼッションとかディフェンスのポゼッションとかもっと大切にしていかないとこういうチームに勝てないんで、しっかり明日また60試合中あと55試合あるんで、頑張りたいなと。